はい、じゃあ続いて伊達さん。はい、私が最近ハート感心したこと。感心したこと。ババン、会社にすると税が課されるのが2年延びる。うわー、そうなの？そうなんですよ。私あの遊びカフェっていうボードゲームカフェをやっておりまして、うん、ありがたいことにお客様にたくさん来ていただいてるんですけど、うん、1000万以上の売り上げがある と、消費税が課されるようになるんですよ、うん、はい、で個人は、2年の猶予があるんですけど、うん、さらに会社にすると消費税の課税までに2年延びるってことが分かりまして、そうで、会社を起こすことになって、うん、今私実は社長なんですよ。おお、すごい社長。別にあの本当に消費税対策で小さな会社ですが、いただいておりまして、いや、そうなんですよ、消費税が課されるのは2年延びるらしいですよ。いい情報じゃないの。素敵です。消費税が課されるって どういうこと？個人でやる、例えばクッキーさんとかが自分でイベントやりますって言ったら、うん、それって消費税って取らないじゃないですか、うん、個人のイベントっていうのは、うん、でも1000万以上の売上があるときは消費税を 8% 取って国にそれを納めなきゃいけないんですよ、うん、はい、でそれ1000万の 8% って結構だよね。80万。そうなんです、結構持ってかれるんで、うんうん、でだから皆さんその結構事業自分の個人でやってたものがうまくいくと2年ぐらいで法人化するっていうのはこういうスキームらしいんですよね。へえ、あ、そうなんだ。そうなんですよ。うまい。ありがとうございます。いいの持ってきました。分かった、気になってない。まだ質問あるんだったら質問しなさいよ、ちゃんと。会社にするために何が必要なの？あ、っていうのがざっくりしたんだけど、今有限会社って作れないじゃない？作れないです。株式会社になったじゃない？うん、で個人事業主になるときに、うん、その個人事業主と会社にするのと、うん、どっちがいいんだろうって悩んで、まあ、そこまでもちろん始めた頃だったから、うん、会社はあれだな、まず個人事業主で頑張ろうみたいな感じだったんだけど、うんうんうん、そう会社にした方がいいのか、うん、個人事業主のままの方がいいのか、うん、それぞれの良いところ。私プロじゃないんですけど、まあ、個人的に聞いてる話としてはやっぱり売上が1000万以上あるかないかっていうのが一つのラインになってるんですよ。やっぱり消費税が問題なの で法人化するとメリットっていうのは、まあ、そのやっぱりこの節税があったりとか、うん、あとなんか普段経費ならないものを経費できたりとかっていうのがあるらしいです、うん、ちなみに自分の人件費っていうのが個人のやつだとできないんですよ、経費に。ああそうか、はい、例えば500万稼ぎました、そのうちの私は稼働してるから300万経費しますができないけど、うん、会社では給与として支払いをすることで、その経費、必要経費に、そう、経費にすることができる。なんですけど会社にすると、もちろん登録するときにお金とかが20万か25万ぐらい、うん、あと行政書士さんに入ってもらってとかっていろいろあるので、その辺の費用が結構かかるっていうのがあったりとかするので、売り上げがそんなになければ基本的には会社じゃなくて個人の方がいいという感覚ですね。すごいな、生々しい話だね。結構リアリティな、お前の店1000倍以上売り上げあんだみたいな。これはちなみにでもね、原価もかかってる、純利じゃなくて売り上げなんですよ、うん、はい、例えば1000万売り上げて純利が例えば50万しかなかったとしても消費税の課税対象になってしまう。だから原価が950万かかってても売り上げが1000万でってことだもんね。そういうことになりますね。そうなんですよ、うん、まさしく今、はぁって言葉言ってたもんね。そうですね。言わせたもん、言わせたんだぞ、はい、じゃあ続いて、美佐子先生。はい、私は、考えたけど、一番最近のはぁはこれでした、うん、ウクレレの音には個性がある。へぇ、おぉ、どういうこと？今まで使ってた、その今年の6月から始めたウクレレっていうのが、うん、友人のお土産で、うん、ハワイで多分お土産屋さんとかで買ったすごい安いやつだったんですよ、うん、でも一応楽器として成り立って、うん、でハワイって大きく書いてあるけど裏見たらメイドインチャイナってシール貼ってあるやつだったんですけど、一応まあ楽器として機能するので使ってたんですよ、うん、なんですけどこうライブでやった時に全然響かないなって、お家で弾いてたら全然十分だったけども、うん、ライブで響かないなと思って、うんうん、楽器屋さんに初めてウクレレを見に行ったんですよ、はい、そしたらやっぱすごい種類のウクレレがあって、うん、で一番楽器屋さんの中でね、ネットで調べたらもしかしたらもっと安いのとかいろいろあるのかもしれないけど、その楽器屋さんで一番安かったのが4800円、一番高かったのが38万円そのくらいするよね、なんか、うん、すごい幅だなと思って、でもその何が違うんだと、うん、で
説明聞いたけどもいまいち分かんなかったんですよ。その木作ってる木だったり貼ってる弦だったり、その細かな素材に関しては確かにそれは違うんだろうなっていうのは分かるんですけど、じゃあ何がいいのかまではよく分からなくて、まあフラット楽器屋さんに行ったものなんで全然調べてなかったんですけど、じゃあ弾いてみますかと。で実際にその4800円弾いたんですよ、うん、まあまあうちのよりはやっぱり響きが良くて、うん、あもうこれぐらいでいいや、でもちょっともうちょっと手出してみようかな、うん、その上が18,800円、うんうん、それをちょっと弾いてみたら、うん、あちょっとこの楽器のボディの中での音の響きが違うなって気づいたの、うん、そうボディの中での音の響き、うん、そうあの空洞の中で響く感じが全然違ったんですよ。だからより遠くまで届く音ってことね。本当にもう耳心地も違うし柔らかくなるし、うん、からあこんなに違うんだ、この5000円の差で違うんだと思ったらちょっと欲が出るんで、そうだね、聞いてみたくなるじゃないですか、うん、でも30万ここの差ですごいから30聞いたら相当すごいからちょっと待てと、うん、そうだね、そこまでは手が届かんと思って、うん、ちょうど器が試されるねそこもだって上手くないし、そう、うん、そう何弾いても一緒な、ね、ものかもしれないしな、うんって考えた結果、あのマーチンっていうギターのメーカー、有名なね、はい、そうなんですよ、ね、が出してるウクレレって言って展示されてて、ボディがピンクですごい可愛くて、金額見たら4万5000円、なかなかだな、うん、なかなかだな、まあでも1万の次がもうそれだったので、うん、とりあえずそれ弾かせてくださいと、うん、始めそう。